皆さんこんにちは、緩和のピンコフです。今サウジの首都リヤドです。この戦闘機は皆さんご存知だと思いますね。これはイギリスと、日本、それは政府のジョイントコラボレーション、ジョイントプロジェクト、連合政策ですね。まだまだいろいろ開発中だけど、先ほどその責任者と話しましたけれども、このようなデザインはもう非常におかしいですね。これは空でしたらクラプス、ね、特に後ろの部分ですよね。これ空気ダイナミックのロジックには全く合わないです。まあでも先ほど説明されたように、これはただ一つの、モデル、一つのコンセプションですね。これは最後のデザインではありません。これは一つ。あとこのスーパーソニッククルーズの能力あるかどうか、 TBC エンジン使うかどうか、一切今秘密ですから教えていただきませんでした。まあ、一応そういう話ありますよね。このデザインから見るともう相当におかしいです。もう30数年以上、戦闘機の知識いろいろね、ロシアのデザイナーさんからいろいろ教えていただきました。まあこれを見ると何らかの TBC ね、スラストベクトルコントロールね、上下かな、もうあるかもしれませんけれども、まあ、まだまだわからない。はい、まあ一応そういう簡単な紹介です。どうも。